どうも、島田修平です。始まりました、島田修平のお買い運巡り。皆さん、今回も見ていただきましてありがとうございます。早速、お呼びいたしましょう、えー。もうね、全国1万社以上を巡っているミュージシャンであり、神社ソムリエ、佐々木優太さんです。お願いいたします。神社ソムリエの佐々木優太です。よろしくお願いします。お願いいたします。 あの前にねあのもうそれだけ回った中から金運に非常にご利益があるんじゃないかという神社3銭お伺いしたんですけども、はい、佐々木さんね、えー、神社もそうですけども御朱印の数も半端じゃなないんですよ、ね、そうなんですすよよねそうも今4,000箇所の御朱印がありまして。<laughs> というわけで今回はですね、はい、その御朱印の中で佐々木さんがこれ。うん 見ていただいたら、皆さんにもね、もちろんもらうのが一番いいんですけども、もう見ていただくだけでも、ご利益があるんじゃないかという。うん、おすすめの御朱印、賛成を今日は紹介していただきます。ありがとうございます。お願いいたします。はい。だからもう、今日はもう写真でどんどん見せていただきますので、はい、皆さんもぜひね。うん、はあ、これなんだっていうふうに、もう見てもらうだけでもいいかもしれないし、なんかこううまーく。 なんか写真とか撮ってもらって待ち受けなんかにしてもいいかもしれませんから、はいはい、ぜひ皆さんね今回そういう感じで、えー、しっかり見ていただきたいと思います、はいまあ、ご朱印っていうのはねもともと「行ってきましたよ」っていう証だと言われてるので、はい、まあ人に見ていただいてね僕のこの「行ってきたよ」っていうエピソードが伝わるんであればそれ自体でもうご朱印の意味をなすと思っていますので、はい、ぜひ皆さんに見ていただきたく今日はご紹介差し上げたいなと思っております。だってあのごってがね全部埋ま 1一冊になるともうそれ自体がパワースポットになるんだよっていう話も僕聞いたことあるぐらいやっぱりご利益ありそうなものですもんね。うん、そうですよそんなね片方が埋まるぐらい生けた健康と時間と、はい、まあ経済的な余力があったという証になりますからね、うん、それにご利益がないわけがないと僕は思っております。ちちななみに、はい、何冊ぐらいご主人をお持ちなんですか 僕は両面埋めるタイプなのでそれで今4,000箇所なんで、まあ、約100冊ぐらいですかね <laughs> その中からですよ皆さん今日は3選ですからね、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います、はい、ではまず一つ目お願いいたしますはい一つ目はえどちら場所は 場所は兵庫県の神戸市なんですけど、うん、生田神社っていう有名なお社があって歴史の深い、えー、お社でございますけどこのお社を守るがごとく8つのちっちゃい神社が散りばめられてるんですねご鎮座されててその一つ一つに御朱印がありますからまあ徒歩で回れる 1>, 1日かけて回れるかなっていうね神戸の町の中にある神社ですから一、えー、つ一つに御朱印がありますから回っていただいてそれをですねバーッと並べると12345678と。 順に並ぶわけですよね。<う>だから、それを見る楽しみも御朱印の楽しみの醍醐味の一つなんじゃないかなと思います。それが北斗七星の形に並んでるんじゃないかって言われていて、え8つなのにそうなんです。で、実際見るとね。そんなに並んでないんですよ。はいはい、だから、やっぱり1が昔とは違うんじゃないかとか。<laughs> いろんな情報を重ね合わせていくと。とまあ、昔は北斗七星になってたんじゃないか、ね、で、その柄杓の。 カップのところに生田神社がちょうどあるので。<ー>まあだから山、神戸ですぐ山ですから、いろんなね。土砂災害とか、水の災害から守るために。飛杓型に並べたんじゃないかとも言われていて。で、先ほどもから言っていただいてるんですけど、北斗七星なのに、八社あるんですよ、はいで。北斗七星って、実は肉眼で見えない一つの星を足して。 北斗七星の形になっているらしいんで本当は八つ星があるらしいですよね <laughs> 北斗の県の漫画で言うとね必要性っていうねそう見えた時は危ないですけどね <laughs> 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 ありますけどねだそこも含めてねいよいよまあこれ実は都市伝説なのか本当なのかどっちなんやろうなっていうぐらいのまあ歴史がある ただねやっぱり御朱印というと、うん、もう神社によってねいろんなデザインがあってこんな華やかなやつもあるんですかとか、うん、もう見てて楽しいじゃないですか、はい、その中でも8つで完成してくるっていうね、うん、なんかこれ佐々木さんならではなんか素晴らしいなと思いましたいやぜひ皆さんねもちらなんか見てるだけでも売り益ありそうですけどもね是非是非パワーいただいてみていただきたいと思います、はい、さあでは2つ目ですね2つ目はまあ知ってる方多いと思うんですけれども宝刀神社でございます まあこれ九州の方にありまして九州の方から更らに船に乗って島に渡った先にあるんですけれどもまあこれ何が言いたいかっていうと名前が宝が当たると書いて「宝刀神社」なんですけど「宝刀神社」という神社がメインじゃなくって別のメインの神社があってその境内に宝刀神社があるという。 これも僕最初に御朱印帳のデザインを知っていて御朱印を受けたいな、まあ、そんな思いで参拝させていただいて船で島に渡って参拝をさせていただいたんですけれどもそこからですね神社の歴史を知っていく。うん 島の人たちのコミュニケーションを取っていくというような感じで御朱印が入り口で神社のいいところいろんなところを勉強させていただいたという思いが詰まった御朱印なんですね、はあ、入り口が御朱印帳御朱印をもらいたいでも全く問題ないと思うんですよ僕は、うん、神社に行く理由入り口が でもそこから知ることってたくさんあるのでその知ることをたくさんあるきっかけが御朱印で何が悪いと思うんですねだからまずは御朱印から興味を持っていただいて神社へ行くそれがつながって神社巡りになるという,うきっかけになったとこれもまた一つ御朱印の神社巡りの醍醐味なんじゃないかなと思ってご紹介さしあげました。 三つ目は林神社の御朱印でございます林神社え、字はあの木の二つの林ですかはいでこれは北陸のまあ、とあるところまあ、調べていただいたらすぐ出るんですけど蘭、はい、城という場所があって蘭城の林神社という実は僕特別に受けた御朱印でございまして、はい、えー、まあ。 地方の方を回っておりまして、この林神社もまこじんまりとしたお社でございます。で、そこの神主さん別の神社にお勤めでして、そちらの神社先に参拝していたんですね。で、旅をしていますから、ああ、ちらでお会いした方ですか？という話になります。うん、でまあ、神社巡りをしておりまして、こういうのを生業としておりまして。 今その旅の途中でございますというお話を申し上げますとでは記念にこちらの御朱印いかがでしょうかということで押していただいたこれ何かというとそもそも御朱印というのはいいんですから、うん、ずっと使っているとですね溝がすり減って平らになってくるので使えなくなるはい、はい、デザインは同じでも作り変えるんですね新しいなのでデザインは一緒ですけど使っている印はどんどん変えていくわけです。 だけど、まあこういう鳴りわよをしておりましてというので奥から出していただいたのは、今は使われなくなった江戸時代に使われていた印なんですね。残ってるんですね。それをまあデザインというか陰影がうまく乗らないかもしれませんがというふうに押していただいたんです。まあこれちょっと特別というとね、なぜ紹介するんだというお話になるかもしれませんが、このエピソードをぜひ皆さんにお伝えしたかったです。これはね、江戸時代の旅人 に僕は物理的にも精神的にもお会いすることはできないですよ。はい、もう生きてらっしゃらないですし、同じルートをたどってももういないので人間として会うことはできないです。うん、だけどその会うことのできない過去の旅人と同じ印を押してもらったということで僕はどこかでつながれるような気がするんですね。はあ、なるほどね。やっぱり御朱印というのはどこにこう人気の秘密があるかといえば。 押す人も違えば同じ人でも力がもう,そうですよ、ね、違うのですね、うん、そういうところで今でも昨日の旅人とでも同じ印を押してもらえば僕はつながっていけると思っているんですけどそれがなおのこと江戸時代の旅人と同じものを押していただけるというのはねやはり、えー、思いがあ込み上げるものが。 ございますはい、なんかね神社っても当たり前ですけどもね長年こう続いてきてるもの、うん、そして僕らもね長年こういろんな方たちがいて今僕らが生かされてるっていうねだ、はい、からそういうのこの御朱印からでもなんかこう感じることができるっていうだ、うん、からまさにオススメ思い出の一つっていう感じがして、はい、なんか本当に見入っちゃうというか、うん、ご利益がありそうだなというふうに思う一つでしたありがとうございますありがとうございます まあ、今回ね、はい、あの、まあ、ちょっと待ち受けなんかにね、していただいてもいいんじゃないかって話もありますけど。実際、そのね、佐々木さんがされてる待ち受けとか。はい、この写真いいよっていう、おすすめの写真とかあったりするんですか。そうですね。僕長らく待ち受けにしてたのは、あの。割と神社の境内多いかもしれないですけど、切り株から新しい木が。 芽生えているような場所があってあの有名なのがねちょっと前に鎌倉の鶴岡八幡宮のねあのご神木イチョウの木が倒れちゃって、はい、でみんな悲しんでたところそこから若いね、うん、こう息吹がたくさん出てきてそれがなんかまた嬉しいんだパワースポットなんだって話になりましたよね、うん、なんかそういう感じなんですかねそういう感じもうまさにおっしゃる通り命から命っていう、うん、やっぱりそのバトンタッチの様があの見れる っていうのはねいいかなと思ってそれやっぱりとどめておきたいな触っちゃいけないと思うんですよね、はい、日はねやっぱりねあの触られて喜ぶ生き物ではないですから、うん、それをやっぱり写真に撮らせていただいて毎日、えー、手を合わせるつもりで、えー、スマホの待ち受けにしてたことはあります<ー>おすすめなのは 水ですね水,水をぜひこう流れをね、えー、写真に収めていただければなとなぜ、うん、水がいいんですか。あの神社の参道に例えば川が流れてたりとか川じゃなくても小さい水路でもいいんですけど神社の参道に割と流れてるイメージがあると思うんですけどあれはねあの体を清める行いの簡略化だと言われていてあれを渡ったことでもうあの手と口を 清めたことと同じことにしましょうという意味合いがあるとも言われてるんですね<ー>それぐらい水っていうのは流れていて清潔さを保つものですので、うん、その流れをまあ毎日を拝むつもりで写真に収めるのもいいかなと僕は思っていますはあ。なんかこうねそういう佐々木さんだからこそなんかこう本殿とかうん、うん、でそういった鳥居とかが待ち受けになるのかなと思いきやうん、うん、意外と自然 なんですね、やっぱり神社は、ね、宿るものがいいんですよ<ー>み、見えるものも素晴らしいですけど宿るものを、まあ、感じられるものといえば、木から芽吹く木とか清潔に流れる水とかっていうので、うん、自分が感じられるものにきっと宿ってるでしょうから、それを毎日確認するという意味で、待ち受け画面にするのはいいかもしれないですすすすあありりががととうううごござざいいいいいままままちちちししゃな本当にたお願ありがとうございます。 佐々木さんもですね。チャンネルやられています。はい、ぜひ皆さんね、えー、概要欄貼っておきますので、チェックの方で、ね、佐々木さんのチャンネルも、えー、チャンネル登録、そして高評価、えー、よろしくお願いいたします。ま,すまたお願いします、えー。ミュージシャンで神社ソムリエゲストは佐々木裕太さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。